ガダルカナル島の戦いは、第二次世界大戦において1942年8月、以降日本軍と連合軍が、西太平洋ソロモン諸島のガダルカナル島をめぐって、繰り広げた戦いである。ミッドウェイ海戦とともに、太平洋戦争における攻守の転換点となった。日本側は、激しい消耗戦により、戦死者だけでなく、兵員に、多数の合死者を発生させた上、軍艦。 航空機、燃料、武器等多くを失った。1941年12月、ハワイ空襲、北部マレー半島上陸、非を航空撃滅戦をもって開始された日本軍の南方作戦は予想以上に順調に進展し、1942年3月9日、ランウィン軍の降伏によって外省した。予期以上に進展したので、 1942年1月には、ビルマ、アンダマン諸島、ポートモレスビーなどの攻略を発令し、戦略体制の強化をきっとできるようになった。そのため、第二弾作戦の計画を速やかに策定しなければならなかった。1942年4月、日本海軍では第二弾作戦が立案されたが、軍令部は、 米合遮断を目的とするフィジー方面の攻略を主張し、連合艦隊はアメリカを早急に戦意喪失させるために、ミッドウェイ作戦とハワイ攻略を主張した。最終的に、ミッドウェイ作戦は認められ、連合艦隊も軍令部に歩み寄って、ニューカレドニア、フィジーは攻略確保、遠方のサモアは攻略破壊後に引き上げることを認めた。このように、日本海軍は、 積極的な進攻作戦によって、連合国の反抗拠点であるオーストラリアとアメリカの分断を考えたが、日本陸軍はあくまで日中戦争解決を重視しており、東南アジアの占領地、資源地帯は現状維持とし、それ以上の太平洋方面は海軍の作戦担当地域であるという認識に立っていたため、戦線拡大には否定的であった。したがって、 大兵力を中国のシナ派県軍や満州の関東軍から引き抜かなくてはならないオーストラリア攻略作戦に消極的ではあったがオーストラリアを孤立させることについては海軍と見解が一致したこの米豪分断作戦はニューギニア島東南岸のポートモーレスビー攻略作戦とニューカレドニアフィジーサモアの攻略作戦からなるものであったところが 日本海軍は、ミッドウェイ海戦において、主力航空母艦4隻を失うこととなり、FS 作戦の実施は一時中止されることとなった。1942年7月11日、大海令20号、大海令第18号に基づく連合艦隊司令長官の、ミッドウェイ島攻略及び大海令第19号に基づく連合艦隊司令長官の、ニューカレドニア、 ビジー諸島並みに、サモア諸島方面用地攻略の任務を得を発令。これによって、未作戦、FS 作戦の中止が決定し、第二弾作戦の計画は破綻した。しかし、日本は、米豪分断の目的を放棄せず、ラバウル以南のガダルカナル島に全身航空基地を建設し、基地航空部隊を進出させて、 ソロモン諸島の制空権を拡張しようと考えた。このガダルカナル島基地建設は、軍令部作戦課から参謀本部作戦課に文書で通知されたが、陸軍では作戦家同士でのやりとりに留まり、陸軍内部に伝達が行われなかったため、戦後になり、基地建設のことを、陸軍は知らされていなかったと主張する者も,もいる。大本営は、 連合軍の太平洋方面の反抗開始は1943年以降と想定していたためガダルカナル島の辞任は設営隊と護衛の海軍陸戦隊を合わせても600名足らずであったがアメリカ軍上陸直前の8月5日には滑走路の第1期工事が完了している。なおこれに先立つ MO 作戦時に近接するつらぎ島には 水蒸気基地が設けられていた。しかし、日本軍の予測は外れ、アメリカ軍は1942年7月2日に対日反抗作戦となるウォッチタワー作戦を発令していた。アメリカ陸軍、マッカーサー大将は、ウォッチタワー作戦の目標をフィリピンにより、近いラバウルとすることを主張したが、アメリカ海軍作戦部長、アーネスト・キング大将は、 アメリカ海軍太平洋艦隊の空母戦力が充実していないことを理由に反対したため、当時飛行場建設が行われていたガダルカナル島を攻略することで双方一様の決着を見た。そして7月4日、以降ガダルカナル島への偵察、爆撃が強化され、上陸作戦への準備が進められた。連合軍の上陸1942年8月7日、 ガダルカナルに上陸する海兵隊1942年8月7日午前4時アメリカ海兵隊第一海兵士団を主力としオーストラリア軍の支援を受けた1900名の海兵隊員が艦砲射撃と航空機の支援の下でガダルカナル島手なる川東岸付近に上陸を開始した同時にツラギ島方面にも4個 大体1500名が上陸し壮絶な玉砕戦が行われた。また、これとは別に6705名が会場に師団予備として残された。ガダルカナル島の日本軍は警備の第13設営隊以外は就寝中で、連合軍の攻撃は完全な奇襲となった。上陸当初、最も敵に近いルンガ川の飛行場地区に第11設営隊の陣地があり、 ルンガ川を挟んで、第13節営隊、海軍陸戦隊が駐屯していたが、各隊の陣地は、防空壕以外に、陣地整備されているものは何もない状況だった。そのため、敵兵力の把握も、ままならないままルンガ川東岸の、第11節営隊、約1350名は駆逐され、完成間近の飛行場を含む、ルンガ川東岸一隊は、連合軍の手に落ちた。 この上陸船において、アメリカ軍側交換戦士は、小銃、機関銃数丁、70mm3 砲及び 75mm3 砲を、核2門、弾薬、ガソリン、燃料、使用可能なトラック35台を含む自動車と、電波探知機2台、両末多数を露客したと伝えている。一方、第十三設営隊隊長、岡村特徴少佐は指揮下の1200人の、 設営隊員を敵上陸地点の反対方向の、ルンガ川西岸地区に移動させ、ルンガ川橋梁を破壊してルンガ川西岸で、連合軍部隊を迎え撃つ姿勢を見せた。同日夕方、どうにか数十名の部下を従えた第十一、設営隊隊長と前叶え大佐が、岡村部隊と合流して、前後策を協議し、ルンガより、西方約4キロメートルにあるマタニカウ川を、 第一戦陣地とし門前隊、岡村隊、第十八警備隊を合わせて、臨時のガダルカナル島守備隊を編成することとなった。8日、午前0時、門前大佐が中隊長として、クルツミに向けて、中隊本部を交代させ、岡村隊と警備隊をまた二階側正面に展開を、終えたのは8日午前4時30分とされる。この際に同隊が、 クルツミ付近のジャングルに設営された海軍本部に収容できた食料はわずか7日分であった。第一次ソロモン海戦第一次ソロモン海戦。低空飛行で弾幕を潜りアメリカ艦隊に雷撃を試みる一式陸上攻撃機の編隊連合軍の動きを知った日本海軍は現地のラバウル第25航空戦隊と第8艦隊に反撃を指示した。また、 陸海軍協定にのっとり、陸軍に協力を求め、ザイラバウル陸軍第17軍は、グアム島の一騎士隊、パラオ諸島中東の第35両団をガダルカナルに投入することとした。アメリカ軍上陸当日から翌日にかけて行われた、第25航空戦隊による爆撃は、直前で、敵艦上戦闘機及び、敵急降下爆撃機の格乱銃撃を受けてしまい、 効果が薄かったものの、この地域に米空母部隊が進出しているという貴重な情報を得ることとなる。第25航空戦隊は34機喪失の大被害を受け、内艦爆隊は当初から航続力不足による不時着覚悟の出撃のために全機体が失われているが、乗員救助のため駆逐艦の緊急派遣などの措置は取られており、収容された乗員から 連合軍艦隊の詳細情報を得られた。三河中将率いる第8艦隊は、翌8月8日夜半に、戦場海域に到達して、第1次ソロモン海戦が発生した。従順4隻を撃沈し、同一隻を大破させたが、戦闘艦艇の撃破には成功したものの本来の目的であった、輸送艦隊への攻撃は中止された。このため、アメリカ軍は、 重火器を含む大量の物資の揚陸に成功し、これが結果的にガダルカナル島の戦いの戦略的な奇数に重大な影響を与えることになる。上陸初日からの日本軍による反撃により、テナルのアメリカ軍揚陸地点を危険と判断した。フレッチャー中将は揚陸作業を中断して、空母軍と輸送船団を南方に退避させた。そのため、 第一海兵士団も十分な物資を揚陸できず、上陸作戦完了後、海兵隊の1日の食事は2食に制限された。また、ガダルカナル島での航空優勢が確立されるまで、同島への物資補給は、アメリカ軍も駆逐艦輸送に限定されることとなった。日本はこの手法をネズミ輸送と称して常用するようになった。8月18日、 道川西岸の日本軍を危険視したバンデグリフトは、これを排除すべく、第五海兵連隊の3個中隊を投入した。翌19日、同連隊 B 中隊は、海岸沿いに精神してマタニカウ川東岸に向かい、マタニカウ村に向けて、援護射撃を行い、L 中隊は、道川川口上流を溶かして、西岸を北上し、マタニカウ村を攻撃した。 日本軍は激しく攻戦し、特に日本側の狙撃兵によってアメリカ軍側の指揮官が次々と倒された。L 中隊のある小隊では1日で小隊長2名が戦死している。海兵隊も偵察狙撃班を編成して対抗し、I 中隊が日本軍の退路を遮断するためくくむから西の国軍ボナに上陸を敢行。午後には、 日本軍が戦闘からの離脱と後退を開始した。だが、海兵隊側には、追撃を試みるだけの兵力や物資がなく、第五連隊は、元の陣地に帰還している。イルガワとか船、一を清持下大佐率いる、大本営直轄の一機死隊、約2300名は、当初ミッドウェイ島攻略部隊に重当されていた、部隊であったが、 1942年6月のミッドウェイ海戦で日本軍が敗退したことで攻略作戦は中止となり一時グアム島に休養を兼ねて止め置かれていた同年8月7日の連合軍ガダルカナル上陸が始まると内地天族が解除されそのままトラック諸島へと輸送されたトラック諸島からガダルカナルまでは 駆逐艦カゲロ老以下六隻に第一艇団として、死体本部163名、大体本部23名、不評4個、中隊420名、機関渋隊110名、大隊砲1個、小隊50名、工兵1個、中隊150名が乗船支給派されている。死体の残りは、海軍の横須賀第五特別陸戦隊主力と共に、輸送船で、 第2停団として送り込まれることとなったが、同時に出港したにもかかわらず9.5ノットの低速が災いし、イルガワとか船には間に合わなかった。この他横須賀第5特別陸戦隊の先遣部隊が駆逐艦により輸送され、8月16日に上陸成功して設営隊などと合流している。駆逐艦輸送であったため、一機死体は実質、 1個大体相当の戦力しかなかったと言える。さらに、一騎士隊に届いていた敵情については、連合軍兵力は約2000名、敵上陸目的は飛行場破壊にあり、現在は島からの脱出に不審しているなどといった海軍第11設営隊や中祖部間の情報などがあった。 大本営海軍部では当初は本格的な上陸と考えていたが、前規格情報から主力は撤退したと誤認するに至った。そのため、第一停団は軽装で急行し、海軍部隊を保護して、直ちに敵を攻撃する方針を決定する。一機死隊の行動概要図。1942年8月ヘンダーソン飛行場周辺のアメリカ軍展開図。 一騎死体は、東部から飛行場防衛地区へ進行した8月18日に、ガダルカナル島、大望岬に、無欠上陸した。一騎死体は、ひたすら西を目指して前進した。海岸沿いの砂浜を、主に夜間航軍により進み、20日夕刻頃までには、手なる川を越えている川西岸地域まで到達している。当初の構想では、海軍第11設営隊後に、 死体本部を置き、飛行場に所在していると思われる、敵残存兵力を攻撃することとしており、一機大佐は飛行場から3キロも離れた、イルガワ島岸に敵防御陣地があることを想定していなかった。日本軍とは、対照的に、アメリカ海兵隊は18日にコーストウォッチャーの通報により対ミ岬沖からの日本軍上陸を、察知していた。19日昼には、 倒した日本軍石膏の階級章から、大某岬に上陸した日本軍が、陸軍部隊であることに気づき、20日夕刻までには、ルンガ地区イルガワ東岸の防備を固めていた。8月20日18時にイルガワを越えて先行していた、昇降石膏34名中31名が、アメリカ海兵隊の攻撃により戦死の浮き目にあった。2時間後に生還した兵士から報告を受けた。 一騎大佐は月光し、不明将校の捜索を命じるにあたって、行動即作的即攻撃を各中隊に命じている。21時頃には、一騎死体の先兵中隊が、イル川西岸で思いもよらぬ敵からの銃砲撃を受け立ち往生しているところに、死体本部が合流した。22時30分から不評法の砲撃を合図に、イル川とかを決定。 火力の差は明白で、M337 ミリ対戦車砲、M1A175 ミリ榴弾砲、m 2 a 1百0 5ミリ榴弾砲などを有する、強力な砲兵に援護された、機関銃座陣地を前に、100名余りの損害を出して、一旦攻撃を停止する。敵兵力が1900人を要する大軍である、ことを知らない、一機大佐は、なおも1時間後に、 同様の白兵攻撃を命じて、同様に、奇獣陣地からの十字砲火を受け今度は200名を超す、損害を受けたとされる。また、その間にも、敵砲兵陣地からの砲撃、とりわけ迫撃砲による砲火は過熱を極め、日本軍の反撃は、とかに成功した、一握りの兵による、軽機関銃や、手榴弾による攻撃にとどまった。 一部の将校は一旦後退することを愚心したが、一気大佐は攻撃を続行した。翌21日午前5時頃、一気大佐は、イルガワサガンの海岸部に暫定を集め状況把握に努めたが、夜明けと共に敵機が上空を舞い始め、陸上からは、海兵第一連隊が、イルガワを越えて、一気死体の退路を断つように迂回攻撃を仕掛けてきたため、包囲された。 一機死体は苦戦に陥った。同日午後から投入されたスチュワート系戦車6両により死体本部は蹂躙され一機死体は壊滅した。海岸で波打ち際に追い詰められた兵士は必要な包囲射撃によりことごとく殲滅された。海岸での海兵隊による総統戦は21日14時にはおおむね終了し意識不明の負傷兵15名が捕虜となった。 結局、8月25日までに生きて、上陸地点の大某岬まで戻れた者は916名中126名であり、790名の損害を出して、戦いは終わった。アメリカ軍の損害は戦死者40名余りとされている。戦死者数は日本側交換戦士より、捕虜はアメリカ側交換戦士より抜粋しており、合計数は一致しない。 死体長、一騎大佐は21日の戦闘で戦死したと思われるが、その状況は不明である。ちなみに、戦闘開始時に、総員配の息が命じられたため、早くも、一騎死体の残存兵は、飢餓に悩まされるようになった。一方、アメリカ軍もまたこの戦闘による消費で、物資弾薬の枯渇が表面化しつつあったが、 戦闘後に輸送船団による物資と増援兵力の輸送が成功して危機は去り、この時点において平坦面での勝敗は決していた。ヘンダーソン飛行場の F4 回ワイルドキャット戦闘機。8月20日、ヘンダーソン飛行場に海兵隊のワイルドキャット19機とドーントレス12機が到着して航空基地としての機能がスタートした。後に、空母エンタープライズ。 サラトがワスプの関西域と、パイロットも母艦が戦闘で損傷し、修理のため使用できない間は、ヘンダーソン飛行場から出撃した。第二次ソロモン海戦、一機死体の壊滅の法を受ける前、8月中旬から、川口清県少々率いる川口死体約4000名の輸送が始まっていた。しかし、 連合艦隊司令部では8月20日にガダルカナル島付近で敵機動部隊が出現との報告を受け、川口主体の船団輸送を一時中止し、ガダルカナル島海域の航空優勢の確立のため、トラック島の機動部隊に出撃を命じた。日米両軍機動部隊の間で8月23日から24日にかけて東部ソロモン海域において、 第二次ソロモン海戦が戦われることになる。海戦の結果、日米両軍とも空母戦力に相当のダメージを受けたが、アメリカ軍は護衛空母ロングアイランドを使ってヘンダーソン飛行場に航空機を送り込むことに成功した。そのためヘンダーソン基地航空部隊の動きが活発化し、一機死体第二停弾の輸送船団は、 空からの攻撃で輸送船に一隻駆逐艦に一隻を失い、ショートランド白地へ退避した。第二次ソロモン海戦後もガダルカナル島海域に一時、留まっていた空母随格が支援していたが及ばなかった。これを見て、川口市隊の船団輸送も中止となり、輸送は駆逐艦によるネズミ輸送と島図体の集停軌道による蟻輸送に頼ることとなった。 ガダルカナル島へのネズミ輸送のため駆逐艦に乗り込む、兵平。増援の輸送については、海軍がネズミ輸送を、陸軍があり輸送を主張したため一問弱があった。結局両方行われることになり、本体はネズミ輸送でガダルカナル島に向かうことになった。このネズミ輸送で駆逐艦アサギリが合沈するなどの被害が出た。 増援が遅れる間に、ガダルカナル島の海軍部隊は徐々に圧迫され、またニカウ川の防衛線を放棄して、後退し始めていた。ニューギニア戦線では、日本海軍が8月24日に、ラビに侵攻したが9月5日に撤退した。第一次総攻撃9月7日までに、川口支隊は一機支隊の第二停弾とともに、ガダルカナルに上陸した。 川口死体の一員として8月末に上陸した兵士は当時の様子を私たちを出迎えたのが一騎戦犬隊の生き残りでしたけどとても兵隊なんてものじゃない痩せ衰えたヨボヨボの連中が杖にすがって何か食うものをと手を出しましてね米をやると生のままポリポリかじるんですわしらが来たけんもう安心バイト元気をつけたんですええ 10日も経た,たんうちに自分たちが同じ姿になるとも知らんで。そして10月中旬に上陸した第2師団を半号と水筒だけのみすぼらしい姿で出迎えるが、上陸してきた兵士からは、ご苦労さん。わしらが来たから安心しなさいと慰められたという。最後に上陸した第38師団の兵士もこれと同様の話を語っている。川口少将の主張により、 60隻の小型集艇に、分譲し島津隊に、カダルカナルに向かった。別動隊は、空襲や故障で被害を受けた上分散状態になり、本体とは飛行場を挟んで、反対側にたどり着いてしまい、総攻撃には間に合わなかった。駆逐艦を使った本体もアメリカ軍の空襲のため、兵員はともかく、中火器は、高射砲2門、野砲4門、三砲6門、 速射砲14門しか揚陸できなかった。陸上輸送の困難から、このうち実際に戦闘に参加した砲は、さらにわずかとなる。川口死体は、一騎死体の先訓から、正面攻撃を避けるべくヘンダーソン飛行場の背後に、迂回して、ジャングルから飛行場を攻撃することを試みた。しかし、そのために必要な地図の準備はなく、 険しい山岳地形の密林に進撃路を切り開くために各大隊の工兵部隊は通常装備を捨てて鶴橋とスコップによる人海戦術で総攻撃の当日まで警戒作業を行った。完成した粗末な警戒路では重火器や砲弾の運搬は不可能でありその大部分は後方に取り残された。また作業により兵は疲労困憊していた。 9月12日から14日の川口失態の構成。1942年9月、またに買う川を巡回する海兵隊。9月12日午後8時を期して、中央隊、左翼隊、右翼隊が同時に、米軍陣地に攻撃を行うことになった。しかし、夕方までに攻撃位置につけたのはわずか中央隊の一部だけであった。12日夜には、 川口死体支援のために、軽巡洋艦川内、駆逐艦式並み、吹雪、両風が、ルンガ白地に突入し、砲撃を行った。12日の総攻撃は、各部隊バラバラに攻撃を行い、実質的な第一次総攻撃の戦いバトルオブ、エドソン、エスリージが行われたのは13日の夜半から14日の未明にかけてである。 12日から14日に至る間、川口死体の左翼隊とその後詰めの舞鶴大隊は、米軍の集中砲火の前に前進を阻まれ戦いに至らず、各隊は、鉄条網と河川を越えられずに散発的な戦いのみに終始した。激戦となった、中央隊左翼を担当した、田村正雄少佐率いる青葉大隊の一部が、中央隊右翼。 国省大隊と合流し、米軍陣地の第一線を突破し、さらに三個中隊のうちの一個中隊が、ムカデ高地の端からヘンダーソニ飛行場南端に達し、付近の建設中の倉庫などの拠点を確保した。だが、混戦の末に日本軍は敗走した。川口死体と対戦したアメリカ軍は700人だった。この戦闘による川口死体の戦死者、 行方不明者は、約700名で、一期死隊と比べれば、損耗率は低かったが、激戦となったのは、国省大隊と田村大隊の2個大隊だけであり、国省少佐、水野少佐を含め中隊長クラスの中堅将校が、戦死した。また、再起を隠して、アウステン山からまたニカウ川西岸にかけて負傷者を、含めた5000名余りが駐屯することになり、 平坦線の細い日本軍は、囲碁食料、弾薬の補給不足が、深刻化し、囲碁がだるかなるとはさながら、ガトーの様相を呈することになる。9月23日から9月27日の間に、またカか加藤岩に駐屯する川口部隊に対し、アメリカ軍は旧隻の終停による、逆上陸を含む6度の攻撃を行うが、 川口部隊の第2大隊、第3大隊に撃退され、アメリカ軍は多数の損害を出して後退した。ニューギニア戦線では9月16日に、日本軍が、ボートモレスビーの手前から撤退を開始した。第2次総攻撃まで1942年9月17日、陸軍参謀総長杉山の陸軍大将は、大元帥である昭和天皇に、 ガダルカナル島の戦いについて以下のように上層している。しかし、この上層文をもとに作成された大陸命688号による兵力の転用は当時の日本軍の海上輸送能力を超えたものであった。重火器を大発によるアリ輸送により送り込む計画が破綻すると10月1日からの駆逐艦によるネズミ輸送だけでは 平坦線闘場のショートランド島から先に十分な重火器と弾薬を供給できなかった。そこで10月中旬に機動部隊の護衛と戦艦部隊によるヘンダーソン飛行場艦砲,砲射撃の間接支援でガダルカナル島タサファロン沖に大挙六隻の高速貨物船での揚陸を起都することになる。10月7日には先に到着していた増援の不評第4連隊が ヘンダーソン飛行場を射程下に収めるために、不可欠なマタニカウ川東岸への進出を図った。しかし、連合軍の予想外の反撃に遭い、第二次総攻撃を前に、戦力の3分の2に当たる2個大隊が、壊滅的な打撃を受けてマタニカウ川西岸へ、撃退されてしまった。10月初旬、百武春吉中将以下の第17軍戦闘司令部が、 ガダルカナル島へ進出し、第二師団が同島に派遣された。作戦目標は飛行場を挟んで、川口死体とは反対側の西側に上陸し、飛行場を占領することであった。川口死体の輸送時にネックとなった戦団護衛について、海軍は、 ヘンダーソン飛行場基地については戦艦及び巡洋艦の艦砲射撃による破壊を行うこととし、さらに米空母の出撃に備えて、第三艦隊が10月11日以降、トラック島を出撃しガダルカナル島北方海面に進出することとなった。10月11日、ガダルカナル島に対する重火器の輸送と、その支援のため、 第六戦隊を機関とする艦隊が出動する。輸送部隊は、城島工事海軍少将指揮下の水蒸気母艦2隻と、駆逐艦6隻。支援部隊は、第六戦隊司令官後藤存次少将を指揮官とする5隻であった。米軍もこれを察知し、従順洋艦2隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦5隻からなる艦隊を出動させ、支援部隊と交戦する。 その間に輸送部隊は20時10分にタサファロングに到着し、輸送物資の揚陸を開始し22時50分に揚陸を終了する。10月13日、栗田武雄中将を司令官とする第2次低戦攻撃隊、第31駆逐隊、高波、巻波、長波が出撃し、ガダルカナル島に夜間の艦砲射撃を行う。さらに、翌14日朝は、 ラバウルから飛来した日本海軍航空部隊による空襲14日夜には従順洋艦長海絹サによる艦砲射撃が追い打ちをかけた。これを受けて第二師団を乗せた高速輸送船団6隻が白地に闘病し揚陸作業を開始した。一連の事前砲爆撃によってアメリカ軍航空部隊は飛行機の半分以上とガソリンのほとんどを消失する。 大きな打撃を受けていた。しかし、アメリカ海兵隊はすでに、ヘンダーソンとは別の小規模な戦闘機用の滑走路を完成させており、そちらは稼働していた。このため、第二師団の揚陸作業中の現地上空の航空優勢の確保は達成できなかった。結果、兵員の上陸は終わったものの食料は50%。 重火器類は20%の揚陸が済んだ時点で、輸送船団に被害が目立ち始め、船団を北方に退避させることとなってしまった。第2師団は、ジャングルの迂回作戦で道を見失った、川口死体の失敗を受けて、大部隊による、成功法で攻撃を行う計画であった。そのため2万名以上の大兵力、火砲200門以上と1個戦車連隊を、 上陸させようとしたが、ごく一部しか上陸できなかった。やむなく、作戦は変更され、不評の主力は先に失敗したジャングルの迂回作戦を取ることになり、当初の正面攻撃は一部の部隊が陽道として行うことになった。だが、ジャングルを進むための地図や土木機械の準備は川口、死体の時と同様に全く行われておらず、従って進撃路の警戒は、 父として進まず、部隊はまたもや道を見失った。右翼部隊を指揮していた、川口下委長は、第一次総攻撃の反省から、大本営から派遣された、作戦参謀、辻正信中佐に迂回攻撃を進言したが、意見が対立し罷免された。他方アメリカ軍は、10月13日に、ヌーメアから、アメリカル師団の一個連隊を、 ガダルカナル島に送り込むことに成功した。また、9月の危機で脆弱だったムカデコーチの陣地を補強し、ジャングルに付設した収音機の数も増やし、ジャングルからの日本軍に完成射撃もをしく体制を整えた。10月15日に、アメリカ太平洋艦隊司令長官のニュミッツは、それまで南太平洋戦域のアメリカ軍を、 統括指揮していた南太平洋軍司令官のロバート・ゴームレイ海軍中将を敗北主義であるとして更迭、代わりにウィリアム・ハルゼー海軍中将を起用している。ハルゼーはすぐに現地の指揮官を集めて会議を開き撤退しようというのか、それとも確保しようとするのかと質問した。バンデグリフトは私は確保できます。だが、 今までよりもっと積極的な支援をお願いしますと答え、ハルゼーはよろしい。大いにやってみた前。できるだけのことを君に約束すると確言した。第2次総攻撃10月20日から24日の第2師団の構成。壊滅した陽動部隊の住吉死体。戦車や重砲はとてもジャングル内の迂回路を進むことはできないため、陽動隊に配属された。 その数は、水上規模艦日進などで輸送された、野砲7門、91式 10cm 榴弾砲4門、96式 15cm 榴弾砲15門、92式 10cm カノン3門などに過ぎず、戦車は、独立戦車第一中隊が95式系戦車、および97式中戦車合わせて1数両を持つ、だけであり、何よりも砲弾が不足していた。 ジャングルの迂回路を進む主力には、不評砲、三法、速射砲、迫撃砲など小型で軽量の砲が配属されていたが、人力単装は困難を極め、大半は進撃路の遥か後方に取り残され、戦闘には間に合わなかった。こうした状況にもかからず、第二師団は23日にはガダルカナルの占領を完了、ラギ、レンネル、サンクリストバルに転し、 これを占領する予定なりという意の電報を大本営に送っていた。壊滅した第2師団10月24日に陸軍はバラバラにアメリカ軍陣地に攻撃をかけた。川口少将を罷免したことで右翼方面の連絡系統は著しく混乱し、飛行場の1キロ手前まで到達したところで司令部に作戦成功を意味する万歳の電報を送った。 これはもちろん誤報であったが、将校一同は、おめでとうと交換し合い、妹三宝は、日誌の一ページを覆う、大文字で、天下一品の夜と記した。陸軍のが闘争攻撃に交応して、支援攻撃を行うことになっていた外南洋部隊は、外南洋部隊機関の、第六駆逐隊司令、山田雄介大佐が指揮する駆逐艦三隻と、 第4位水雷戦隊が24日深夜から25日朝にかけて、ルンガ白地に突入する。突撃隊は、小型輸送船一隻、仮想巡洋艦一隻の撃沈を記録した。続いて、海兵隊陣地に対して、艦砲射撃を開始するが、海兵隊陣地の5インチ海岸砲からの反撃と、緊急発進した F4 回ワイルドキャット戦闘機の機銃装車で損傷。 銃撃で被害を受けた。突撃隊は、無事に、ルンガ白地から脱出したが、続いて、ガトーに突入しようとした、高間間第四水雷戦隊司令官指揮下の6隻は、ヘンダーソン飛行場から飛来したアメリカ軍、SBD ドーントレスキュー爆撃機と F4 回ワイルドキャット戦闘機の、波状攻撃を受け、秋月が中波、ユラが沈没している。 左翼方面は敵に突撃し、障害戦を突破したが砲火にさらされ、大損害を出した。25日から26日朝にかけて、第2師団は繰り返し野衆をかけたが、装備の不足などから猛砲火を浴び戦勝を含めた、損害は、半数以上と壊滅状態に陥った。25日からは飛行場から発進した、米攻撃機による空襲が始まり、 高級将校多数が戦死した。ラバウル基地の日本海軍航空部隊の冷戦は、飛行場占領の誤報を受け、ガダルカナル基地を目指したが、占拠したはずの飛行場から F4 海が迎撃してきた、ため混乱に陥った。またニカウ川の戦闘で撃破された97、式中戦車用道のため海岸戦争いを進んでいた、住吉死隊では、 住吉忠史少将が作戦の拡大を急遽決定し、戦車部隊にまたにかう側の渡可を命じた。これに対し米軍は3 7ト、mm、ル対戦車砲や7 5ト、mm、ル自走砲を配備して日本軍を待ち構えていた。戦車隊は川の中央付近で十字砲火を浴びて次々に撃破され、対岸にたどり着いたに両も、 地雷で動けなくなったところを7 5ト、mm、ル自走砲に撃破された。10月26日には、師団参謀がガダルカナル奪回は不可能との旨を辻正信参謀に報告し、作戦は中止された。戦闘における全体の戦死者については、資料がなく不明であるが、第2師団機下の不評、第29連隊では、 兵員2554名に対し戦死、行方不明553名となっている。南太平洋海戦南太平洋海戦で、日本の襲撃を受けている空母、エンタープライズ、日本海軍連合艦隊は、日本陸軍第17軍の総攻撃支援のために、近藤信武中将指揮下の第2艦隊及び南雲、忠和中将指揮下の第3艦隊を派遣する。 10月26日、これによって発生した南太平洋海戦において、日本側は搭乗員の多数を失ったが、空母一隻が沈没、同一隻中波の戦果を上げ一時的に、アメリカ太平洋艦隊が展開する、空母戦力がなくなることとなった。この報告を受け、第38師団約1万名の輸送が決定した。一方、アメリカ側は、 この頃のガダルカナルの情勢に相当の危機感を持っていた。ヨーロッパ戦線では間近に迫っていたドイツへの反抗作戦のために大量の兵力、兵器を必要としていたが、ルーズベルト大統領は10月24日に統合参謀本部に入手可能なあらゆる兵器をガダルカナル保持のためその地域に確実に送れ、と書いたメモを送っている。 1> 第1海兵師団で2つの機関銃分隊を指揮していたジョン・バジロン軍曹は、日本軍の第二次総攻撃が行われた10月24日から26日の、間、場、軍隊のほとんどの隊員が死傷する中で、機関銃陣地を死守して、日本軍の撃退に大きな役割を果たした。この行為に対して、アメリカ軍の最高位の勲章である、名誉勲章が授与され、英雄として帰国した。 11月12日に、ガダルカナルより大本営陸軍部作戦課長の、服部トリ・郎大佐が帰郷し次のように、第二次総攻撃の失敗について、東条秀樹内閣総理大臣県陸軍大臣に報告している。結論として、規定の第38師団、第51師団の投入を行うほか、部下、ショートランド、ガダルカナル島エスペランス岬付近に飛行場を、 整備士陸軍より、戦闘機2個戦隊、軽爆1個戦隊はぜひ必要。時期攻撃は18年1月末となるべし、と結んでいる。また、11月16日に、第8方面軍司令官、今村人中将は、昭和天皇に配列し、南東太平洋方面よりする敵の反抗は、国家の後輩に、人大の関係を有するにつき、 速やかに苦戦中の軍を救援し先制を挽回せよ、との言葉を受け、同日、大陸指1338号による、ソロモン軍島方面の作戦要領が次の通り、示された。しかし、これら中央の決定がなされている間にも、方戦線は憂うべき状況を呈していた。すなわち、ニューギニア方面で、南海支隊が、イスラバ、デネギ、ココダ、オイビト、 オーストラリア軍に追撃され11月10日には、幼少ごらりの維持も不能とみて、全面退却に移っていた。さらに、海軍の協力を得て進めた、ガダルカナル島への第38師団の戦団輸送も、第3次ソロモン海戦の正規により輸送船11隻中7隻を失い、 さらに残る4隻も11月15日に、揚陸作業中を航空部隊の攻撃にさらされ、輸送計画は失敗に終わった。また、輸送船11隻、約7万7千トンの大量喪失により、過ぎる10月22日に決定された、陸海軍局部長会議で決まっていた、民間船舶20万トンの軍庁用の海洋を一転。 民間からの追加徴用へと陸軍を突き動かすことになった。また、この船舶像や問い問題が後に、ガダルカナル島撤退論に大きな影響を及ぼすことになる。第3次ソロモン海戦アメリカ軍第2海兵隊。11月10日、第38師団長佐野忠義中将率いる先遣隊が上陸した。14日に師団主力の輸送が開始され、 海軍は、西海圏の確保と飛行場を再砲撃するために、戦艦2隻を含む第11戦隊を派遣し、これを防ごうとする米軍と第3次ソロモン海戦が発生。戦艦2隻を失い、飛行場への攻撃も防がれたために輸送船団は、米軍機の空襲にさらされることとなった。輸送船11隻中6隻が、 沈没、一隻が中張り脱し、翌日に強行突入した、輸送船四隻は岸辺に乗り上げたが夜明けとともに、始まった米軍の陸海からの砲撃や米軍機の重爆撃により、すべて炎上した。かろうじて揚陸した兵器、弾薬食料のほとんども、輸送船から浜辺の集積地に集めるのが、やっとの状態で、ヘンダーソン飛行場から出撃してくる。 米軍機の爆撃や、機銃装者によって、二役組織力が麻痺し、さらに繰り返された必要な米軍機の攻撃により、物資は積み上げられたまま消失した。最終的に揚陸を確認された兵力は2000名、重火器は皆無、少量の弾薬と食料が4日分だった。これによりガダルカナル島の兵力は、数字の上では、約2から3万名を数えたが、 伝染病にかかったものや、餓死寸前のものが大半で、通常戦闘が可能な兵員は8000人程度だった。この頃のアメリカ軍の防衛体制はさらに強化、されていたため、上陸した第38師団は飛行場に近づく、ことさえできなかった。18日、第38師団による野襲が行われたが失敗し、 その後アウステンさんの西両戦守備隊として転用され、翌年1月のアメリカ軍の反転攻勢を受けることになる。第38師団のガダルカナル島での状況は NHK 戦争証言アーカイブス、証言記録兵士たちの戦争のガダルカナル島最後の舞台繰り返された失敗名古屋、不評第228連隊に多くの証言が記録されている。 日本軍の攻撃を撃退した南太平洋軍司令官のウィリアム・ハルゼー中将は11月19日、中将から海軍6人目の大将に昇進した。ニューギニア戦線では11月16日に連合国軍がブナに侵攻した。日本側は救援作戦を検討したが、ガダルカナル島の戦いを優先するために取りやめとなった。 オーステン山周辺での戦い12月17日にアメリカ軍はオーステン山の岐阜高地などに立てこもる日本軍守備隊を包囲攻撃を開始12月上区には1300名だった守備隊は砲撃と飢餓により1月には50名に減り1月15日に陥落したアメリカ陸軍第25不評師団に従軍していたジェームズ・ジョーンズは この戦いに参加した経験に基づき小説、新レッドラインを執筆した。日本軍の撤退1943年2月の最終局面8月の上陸以来、戦いの主力を担って疲労が大きく、マラリアにも苦しめられていた第一海兵士団は、師団長のバンデグリフト将軍と共に12月半ばにオーストラリアに交代した。1月には、 アメリカ軍の規模は5万人余りの陸軍と第2海兵士団となり積極的な攻勢を開始した。第38師団の輸送失敗の後、大本営はさらに第51師団と第6師団をガダルカナル島に送り込むことを計画する。だが、ガダルカナル島の航空基地も増強されていて、アメリカ軍の制空権下の輸送が成功する見通しは全く立たなくなっていた。 すでに低速の輸送船は、カダルカナルに近づくことができず、駆逐艦のネズミ輸送に終始していた。しかし、駆逐艦による輸送でも、10月下旬の第二師団、総攻撃失敗以降、わずか3ヶ月余りの間に十数隻の駆逐艦が、撃沈される結果となった。やむなく潜水艦による輸送まで試みられていたが、駆逐艦以上に搭載力が小さく、 成功しても効果は、ビビたるものであった。12月6日には閣議において、参謀本部作戦部長の田中新一中将が、支援に必要な16万5000トンの艦船を、ガダルカナルに送り込むよう訴えたが、その半分の増援も認めなかったため、東条首相ら政務側に対し、馬鹿野郎と怒鳴りつけ事実上降迭された。その理由は、 もともと当条はこの方面の作戦には反対であったこと。過去に投入した戦団もことごとく全滅状態となったことであった。また、参謀本部や海軍の要求を通すと南方からの資源輸送、南方への物資輸送が滞り、戦時経済そのものに悪影響を与えるためでもあった。12月31日の午前会議において、 継続しての戦闘が不可能として、ガダルカナル島からの撤退が決定された。ガダルカナル島撤収作戦この決定からさらに1ヶ月を、経た1943年2月1日から7日に、かけて、陸海軍協力のもとに、ガダルカナル島撤収作戦が行われた。大本営や現地陸海軍とも結合作戦に対して、悲観的見通しを持っていたが、予想外の成功を収め、 合計12,682名の兵員が撤収に成功した。ガダルカ・ナル島に上陸した、総兵力は31,404名。うち撤退できた者は16,52名。それ以前に負傷。抗争された者740名。死者、行方不明者は約2万名強であり、このうち直接の戦闘での戦死者は約5,000名。 残り約1万5千名はガシと千病死だったと推定されている。一方、アメリカ軍の損害は戦死者7100人、負傷者7789人以上であった。この時撤退は、天心という名で報道され、撤退した将兵も多くはそのまま、港田地域の激戦地に留め置かれた。2月9日の大本営発表では、 ソロモン軍島のガダルカナル島に作戦中の部隊は昨年8月以降引き続き上陸する優勢なる敵軍を同島の一角に圧迫し激戦関東よく敵戦力を撃退しつつあり氏がその目的を達成するにより2月上旬同島を撤死他に転身せしめられたりと報じられている同時にニューギニアのブナからの転身も大本屋へ発表が行われた なお当時から、陸軍の報道班の手記や新聞記事から、ガダルカナル島の悲惨な状況については概ね、公表されていた。ガダルカナル島最後の撤退作戦に参加した、海軍輸送部隊指揮官のことによると、撤退するのが、難しい傷病兵の多くは捕虜になることを防ぐために、手榴弾などで自決するか、戦友たちの手によって葬られた。 日本軍撤退作戦終了後、ガダルカナル島は、ソロモン諸島における、アメリカ軍の新たな兵艦基地として使用され、また、日本軍の暫定総統を行い部隊の連動を上げる、ことが行われたと言われる。戦後刊行されたグラフ雑誌、ライフには、アメリカ軍の捕虜となった、日本の傷病兵などが、戦車の前に一列に並べられ、 キャタピラで引き殺されている様子が掲載されたという。ガダルカナル島の最後の日本兵が投降したのは1947年10月27日である。ガダルカナル島の戦いは日本の継戦能力の限界を超えた状況となっており11月24日にはある将校がそこら中で空っぽの反応を手にしたまま兵隊が死んで腐って 宇治が湧いている旨を大本営に報告したが、撤退は未まだ決まらなかった。1ヶ月後の12月31日になって、日本軍はようやく撤退に向けて動き始めたが、この間にも多くの将兵が合死していった。ほとんどの部隊では、ふらふらと何とか歩ける兵士はすべて食料の搬送に、当たり、陣地を、守るのは、立つこともできなくなった、小病兵という状態に陥っていた。 そういう中で、やっと手に入れた食料を、戦友の元に届けようと最後の力を振り絞り、背中に米を担いだまま絶命する兵士も現れれば、食料搬送の兵を襲って米を強奪する兵士も現れる状況になった。また、戦いも末期になると孤島に封じられ、食料の欠乏が深刻になると、軍機の後輩は極まり、植えた兵士の中から、 カニバリズムも発生したとされ、書籍ではガダルカナルからの帰還兵の話として日本兵狩りについて触れられている。こうした軍機の乱れは、遊兵と呼ばれるどの部隊にも属さない兵を生み出し、日本軍の組織的戦闘能力の減望を加速させた。1942年12月頃からアウステンさんの守備についていた兵士たちの間で、 ある生命判断が流行り出した。立つことのできる人間は寿命を30日間。体を起こして座れる人間は3週間。寝たきりを切れない人間は1週間。寝たまま小便をする者は3日間。物言わなくなった者は2日間。まばたきしなくなった者は明日。この記述は観光物としては 辻正信三宝の戦後著作が所出となっているが、実際には、第38師団川口死体不評定124、連帯連帯騎手、帯安尾少尉の陣中に死し、人間の限界12月27日の項が元になっていると思われる。帯も、後に、この手記を発表しており、1969年発行の、戦死草書にも、 おびしょの日記の引用として記載されている。また、おびしょは、日記の中で、1月1日に分配された最後の、食料は、乾板2粒とコンペイトウ1粒だけ。と述べている。上陸当初のアメリカ軍は、日本軍の空と海からの攻撃のため十分な物資を、揚陸できなかったため、日本の飛行場設営隊が遺棄した施設、物資を活用した。 倉庫に山積みされた大量の米は初期において毎日2食の貴重な食料となった。製氷工場は登場アイスカンパニーと名付けられ、アメリカ軍兵士は氷を使い、アイスクリームを製造した。航空機の損害はミッドウェイの約3倍、搭乗員の損失はそれをはるかに超えたものであり、日本の搭乗員の数、連度は著しく低下した。 大量の輸送船が撃沈されたことで、本来なら初期作戦が完了して、徴用解除が進められるはずの時期であったにもかかわらず、さらなる商船徴用が行われたことは、それ以降の海上輸送と軍需生産に深刻な打撃を与えた。海軍にとっては艦隊の手足となる駆逐艦を輸送任務中に大量喪失したことが、前期の航空部隊の消耗に加え、 以後の作戦遂行上大きな打撃となった。襲撃を受け荷上げに失敗した輸送船絹川丸放棄された三月丸と特殊戦艦艇消耗ミッドウェイ海戦とともに太平洋戦争における攻守の転換点となった戦闘とされている。ガダルカナル戦は日本軍が米軍の物量に圧倒されて敗北した戦いと指摘されており、 川口死体の敗北までの時点で、その点を冷静に判断し、兵を引いていれば、その後の泥沼のような消耗戦でんら得るところなく、戦力と、継戦能力をすりつぶす事態は避けられたとする指摘も、ある。本戦闘では、航空部隊の消耗の原因に、拠点であるラバウルから、ガダルカナル島まで、往復8時間という長距離攻撃を強いられたことが、一因に挙げられる。 ブーゲンビル島の部下や部員などへの中間飛行場整備もその当初は必要性が認められず整備が遅れており着手した時にはその戦機をすでに逃して間に合わなかった物量については最終的にはアメリカ軍の物量は日本軍を圧倒したが一連の戦闘の全機関でそうであったわけではない8月頃の時点ではアメリカ軍は 第一次ソロモン海戦での敗北のため、輸送船団が一時退避するなどして、中華機や弾薬の揚陸が遅れており、物量はかなり欠乏をきたしていた。バンデグリフト少将は、実際の手順とは逆の手順で、日本軍が来襲していたら、ガダルカナルの連合軍は、なすすべもなく、追い落とされていただろうと述べている。しかし、仮に占領に成功していたとしても、 その後日本列島から 6000km 以上も離れたガダルカナル島をアメリカ軍の再犯行を前にどこまで平坦島補給を維持できたかははなはだ疑問である。戦後軍事評論家の伊藤正則はガダルカナルは単なる島の名でない。それは帝国陸軍の墓地の名である。と批評している。情報本戦闘で連合軍はコーストウォッチャーズを活用した。 オーストラリア沿岸監視機関は、エリック・フェルド・オーストラリア海軍少佐に指揮され、ゴー・キタ・タウンズビルに拠点を置いた。機関の活動は、ソロモン諸島を構成している約1000の島々で、日本軍の活動を監視する上で特に重要であった。多数の人員が沿岸監視任務に参加し、日本軍の後輩で作戦した。彼らは、 オーストラリア海軍の義勇兵として任命された。1942年に、ブーゲンビル島の二人の監視員、リードとメイスンは、日本の艦船と航空機への早期警戒のため、アメリカ海軍への無線通報に従事していた。この通報では、敵の部隊の数、兵器の形式、速度が報告されている。監視員の報告によって、アメリカ軍は航空機を発進させ、 限られた時間内に攻撃任務に従事させることができた。ハルゼーは後に二人の男がガダルカナルを救ったと述べている。飛行場問題太平洋正面の戦闘は制空権獲得のための航空基地獲得戦であり、その増勢力が早いか遅いかとその両人が制空権獲得を左右した。航空基地増勢力に関し、日本は 全時代的な人間の手による、非能率的な方法で、超事実かけて飛行場を造成したが、アメリカ軍は、建設機械を全幅に駆使し、数日で滑走路を造成して、航空兵力を展開して、極地の制空権を獲得していき、それに伴い日本側は、陸海において、苦戦を強いられ、占領地を奪われていった。ガダルカナル島に日個設営隊、 2000人以上を送って1ヶ月にわたって陸上飛行場を造成して滑走路が完成しても飛行機が来る前にすぐにアメリカ軍に上陸されて取られてしまうといった具合だった。帝国海軍が計画したガダルカナル島の飛行場造成はそれをめぐる戦闘でも陸海軍に大きな被害を出す結果になった。軍令部作戦下航空シ務参謀の三代、タツ中佐は ガダルカナルに陸上飛行場の敵地はあるが飛行機を配備するにはまだ不足しているので水蒸気でやろうと考えており飛行場の造成に関しては軍令部は知らず現地部隊の第4艦隊が勝手に始めたものと証言しているしかし設営隊本隊のガト上陸の翌7月7日軍令部作戦課は 参謀本部作戦課に FS 作戦の一時中止を正式に申し入れ、カダルカナル陸上飛行基地という文書を提示している。ありがとうございます。